終わったぞ。頼んだのはこっちなのに、エミヤに任せきりにしてしまった。許せ。そんなこと気にするな。で、次はどこだよ。あんまり時間ないぞ。ああ、次は視聴覚室だ。前から調子が悪かったそうなんだが、この度ついに天寿を全うされた。天寿全うしてたら直せないだろ。買い直した方が早いぞ。そうなんだが、一応見てくれると助かる。俺から見れば臨終だが、お前から見れば仮病かもしれん。そうか、なら試そう。朝早いんだな、登坂。ギリギリ間に合ったか。すまんな、エミヤ。また苦労をかけた。頼み事をした上に遅刻させては友人失格だ。別に気にするな。俺が遅刻する分には大したことじゃないだろ。一斉が遅刻するのは問題だけど。もっともだ。いや、間に合ってよかった。朝から騒がしいね、エミヤ。部活を辞めてから何をしてるかと思えば、流動の太鼓持ち。僕には関係ないけどさ、うちの評判を落とすようなことはしないでよね、君。なんていうか、節操ないからさ。と、当然だろ。部外者に話してもしょうがないけど、目立ちたがり屋が一人減ったんで平和になったんだ。次の大会だっていいところまで行くさ。そうか、三つ釣りも頑張ってるんだな。はあ、何見当違いなこと言ってんの。弓道部が記録を伸ばしてるのは僕がいるからに決まってるじゃんか。エミヤさ、とっくに部外者なんだから、知ったような口を叩くと恥をかくよ。そうか、気をつけよう。もっとも弓道部に用はないから関わることはないけどな。何それ、僕の弓道部には興味がないってこと。興味じゃなくて用だよ。部外者なんだから、おいそれと道場に行くのは変だろう。けど何かあったら言ってくれ。手伝えることがあったら手伝う。弦張りとか弓の直し、シンジは苦手だったろ。そう、サンキュー。何か雑用があったら声をかけるよ。ま、そんなことはないだろうけどさ。ああ、それがいい。雑用を残しているようなやつは首相失格だからな。あんまり藤村先生を困らせるなよ。あの人怒ると本気で怖いぞ。
余計なお世話だ。ともかくお前はもう部外者なんだから、道場に近づくなよ。ふざけたやつだ。自分からエミヤを追い出しておいて、よくもあんな口が聞ける。なんだ伊勢、いたのか。なんだとはなんだ。気を利かして聞き耳を立てていた友人に向かって、なんと冷淡な男だお前は。ん？なんで気を利かすのさ。俺一斉に心配されるようなことをしてないぞ。たわけ、心配もするわ。エミヤはカッとなりやすいからな。神事に殴りかかれば皆は喝采を送るが、女どもからは非難の嵐だ。友人をそんな微妙な立場に置くのはよろしくない。そっか、うん、言われてみればそうだ。ありがとう伊勢。そんなことにはならないだろうけど、今の心配はありがたい。うん、分かればよろしい。だが意外だったぞ。エミヤは怒りやすいくせに麻藤には寛大なんだな。ああ、あれは神事の味だからな。付き合いが長いと慣れてくる。うん、そんなものか。そんなものです。ほら、納得したら席に戻れよ。そろそろ藤村。遅刻。おお、間に合った。みんな、おはよう。前の席のやつ、先生起こしてやれよ。やだよ、近づいた途端パクって食べられたら怖いもん。ミミックじゃあるまいし、さすがに藤村でもそこまでやらねえだろ。あんたね、そう言うなら自分で起こしてあげなさいよ。うわ、俺パス、こういうの苦手。私だって苦手よ。だいたいなんで女の子にやらせるわけ。男子やりなさいよね、男子。ちょっと先生動いてないぞ。気絶してんじゃないのか。藤村先生、大丈夫ですか。まずいって今の転び方。こう頭から直角に教壇に突っ込んだじゃないか。あれで無傷だったら藤村無敵っぽいって。いっそのこと野球部にスカウトするのはどうだろう。やめろよな、そういう脅しは。タイガーが顧問になった日には俺たち甲子園行っちまうぞ。藤村先生、ダメ、なんか反応ないよ。おい、お前目の前なんだから起こしてやれよ。やだよ俺、もし死んでたら殺されかねねえ。でもだからってほっといたら後が怖いと思うし。でも誰も近づきたくないと。仕方ねえな、こうなったらあれしかないか。うん、あれだね。せーの。せーの。起きろタイガー。
動いた。効き目ありだぞみんな。よし続けろ、ガコロートンの刑じゃ。起きろタイガー、朝だぞ。先生、起きないとタイガーです。負けるなタイガー、立ち上がれタイガー。よし起きろ先生、それでこそタイガーだぜ。タイガー、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 タイガー。してるの？ダメよ、ホームルーム中に席を立っちゃう。ほらほら、始めるから座りなさい。おい、タイガー覚えてないみたいだぞ。いや、ついてるっていうのかな、こういうの。先生のことバカにしなかった？え、してないっすよ。気のせいじゃないっすか？そっか、ならよし。じゃあ今朝のホームルームを始めるから、みんなおとなしく聞くように。予定変更。朝の続きだろ。任せろ。試験が始まる前。それでは美術部の患者を見に行くとする。あいよ。と、人払いは無論だ。他の連中に邪魔はさせぬ。いや、今日は助かった。必ずこの礼はするから、何かあったら遠慮なく言ってくれ。そうだな、何かあったら言うよ。まあとりわけ何もないとは思うけど。まったく、人が良いのも考えものだな。エミアがいてくれると助かるが、他の連中にいいように使われるのは我慢ならん。人助けはいいことだが、もう少し相手を選ぶべきではないか。エミアの場合、来る人拒まずすぎる。ん？そんなに節操ないか、俺。これでは心ないバカどもがいいように利用しようというものだ。エミアも忙しい身なのだから、たまには他人の頼みなど断ってもよかろう。それは一斉がするような心配じゃない。自分のことは自分が一番分かってるさ。それに人助けは善行だろ。寺の息子が咎めるようなことじゃあるまい。しかしな、エミアのは度が過ぎるというか、このまま行くと潰れるというか。忠告は受け取っとく。それじゃあまた明日学校でな。それではまた明日。
そういえば確か。ガス漏れに強盗か。物騒なことになってきたな。呼び出さないと死んじゃうよ、お兄ちゃん。遅くなってごめんな。もうちょっと早く帰ってくればよかったんだけど。いいです、ちゃんと間に合いましたから。ちょっと待っててくださいね、すぐ用意しますから。うん、頼む。手を洗ってくるから、人のおかずを食べないようにフジ姉を見張っといてくれ。はい、きちんと見張っています。いただきます。はい、お口に合えばいいんですけど。ソースも絶妙だ。もう洋物じゃさくらにはかなわないな。うんうん、さくらちゃんがご飯作ってくれるようになってから、お肉関係が美味しくなった。あ、ダメよシロ、学生がこんな夜更けに帰ってきちゃいけないんだから。手伝いをしてたんでしょう。それはそれでいいことだけど、こんな時ぐらいは早く帰ってきなさい。最近物騒だぞってホームルームで言ったじゃない。あれ、シローに倒して言ったんだからね。あのさ、わざわざホームルームで言わなくても、うちで言えばいいんじゃないの。ここで言っても聞かないもの。学校でガツンと言った方がシローには効果的なんだもん。先生、それは職権乱用というか、もし混同だと思います。うんうん、それぐらいしないとシロはダメなのよ。いつも人の手伝いばっかりして損してるからさ。たまにはまっすぐ帰ってきてのんびりしててもいいじゃない、バカチン。バカチンとはなんだよ、バカチンとは。いいじゃないか、誰かの手伝いをして、それでその人が助かるんなら損なんかしてないぞ。はあ、キリツグさんに似たのかな。
シロがそんなんじゃお姉ちゃん心配だよ。内村先生、今の話からすると先輩って昔からそうなんですか？うん、昔からそうなの。なんか困ってる人がいたら自分から手を出しちゃうタイプ。けどおせっかいってわけじゃなくて、シロはね、単におませさんなのだ。藤根、余計なこと言ったら怒るぞ。もうさくらもつまんないこと聞くなよな。藤村先生、お話を続けてください。じゃあ話しちゃおう。これがね、シロは困った人を放っておけない性格なのよ。弱気を助け強気をくじくってやつ。子供の頃の作文なんてね、僕の夢は正義の味方になることですだったんだから。わあ、すごい言葉だったんですね先輩。うん、すごかったよ。年上の男の子にいじめられてる女の子がいたら助けに入ってくれたし、桐次さんが武将だったから家事だって一生懸命こなしてたし、あの頃は可愛くて純真だったのに、それがどうしてこんなひねくれた子になっちゃったんだろうな。そりゃ藤姉がいたからだろう。ダメな大人を見てると子供はいろいろ考えるんだよ。悔しかったらちゃんと自分で飯作ってみろ。なっ！お姉ちゃんは悲しいよ。さくらちゃん、おかわり。さて、何をしたもんか。風呂も沸いてるし、さくらを家まで送るのは藤姉にお願いすればいいか。僕は魔法使いなんだ。
ということは常識からかけ離れるということだ。僕たちの本質は生ではなく死だからね。魔術とは自らを滅ぼす道に他ならない。君に教えるのはそういった争いを呼ぶ類のものだ。だから人前で使ってはいけないし、難しいものだから鍛錬を怠ってもいけない。でもまあそれは破ったって構わない。一番大事なことはね、魔術は自分のためじゃなくて他人のためだけに使うということだよ。そうすれば四郎は魔術使いではあるけど魔術師ではなくなるからね。基本骨子解明。構成材質解明。基本骨子変更。構成材質補強。また失敗か。元から形があるものに手を加えるのはきつい。
死にかけた分上達するならまだ見込みがあるんだけどな。魔術師にとって一番初めの覚悟とは死を容認することだ。誰かを助けるということは誰かを助けないということ。正義の味方っていうのはとんでもないエゴイストなんだか。その割にこんな処方がうまくいかないんだもんな。なんでいざって時に雑念が入るんだ、バカ。点でわからないよ、親父。一体さ、何をすれば正義の味方になれるんだ。